他のメンバーのことはカメラ回ってない時もボンさんとかオンリーって呼んでるんですか？いつも通りですよ。はい。何？裏ではお前って呼んでると思った。あの本名は絶対ないですね。本名はないし、あれかな、そもそも本名知らないかな、みんな。うちだってあれだもんな、別にクリエイターじゃなくて、あの社員も本名知らないもん、僕。うん、知らないまで言ったらちょっと嘘になるけど、でも別にポンタさんのことポンタさんって呼ぶし、猫字のこと猫字って呼ぶから、正直本名言えって言われてもパッと出てこないですね。改めて考えるとすごいな。え、でもまあね、みんなも今本名じゃなくてコメントしてるじゃん。うん。社員が知ってて、やっぱ知って知らないって言ったら嘘になるけど、言えって言われたら言えるけど、まあでも別に呼ばないんで、そのそうね、うん、まああれでしょうね、あだ名みたいなもんでしょ、あだ名みたいな。だって麺とかすごいよな。麺だってさ、小学校から大原っていうあだ名だったんでしょ。小学校の時からあだ名大原だったらしいよ。大原本名じゃないから。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。